では引き続き、ですね、やはり、このドアをね、壊すのは間違っていないような気がします。動画を見返したんですけども、もうここしかないですね。で、ただですね、一箇所だけなんかヒントめいたものがあって、メッセージに鍵の上っていうような言い方をしてたんで、ちょっと鍵の上を狙いたいなと思います。あれ？何これ？おい！じゃあ行くぞ。なんかおかしいな。ん？よし。この上だよね。この辺でしょ？おい、ダメっぽくない？あれかな？本当ダメじゃないのこれ。おいおい。もう矢がなくなるんじゃない？弓で壊さなければ扉の後ろ側の鍵でしょ？で、ここには書いてないんですけど、鍵の上っていうような言い方をしてたんですよね。これ、かなりシビアですよね。もうちょっと上かな。難しいぞこれ。あ、来た。 やっと来た。 OK。 はい、ちょっともう二度とやりたくないんでセーフします。さあ行くぞ。次はゴブリン退治かな。さあ行くぜ。あ、なんかもういる。なんかもういるんじゃない？あ、やべ。 もういらっしゃいますね。装備。
何で行こうかな。鉄のバトルハンマー。これですかね。これは3だもんな。行くぜ。カチッとな。さあ来い。うわっ、弱い。こいつ弱い。なんだこの野郎。外れ。外れ。はい。終わり。ピック持ってる。きた、メイス。でも大した攻撃力はないな。他にいらっしゃいますか？キノコ狩り、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 キノコ狩り。大量大量。今日もキノコ狩りができてよかったな。お、でかいキノコがあるぞ。最高だな、ここ。今日もいいね、山の幸というか洞窟の幸が手に入りましたね。ナイフか。お、リンゴ来た。なんだこれ。銅製のトパーズ。ちょっと入手できないのは嫌だな。クリックでいけないんですよね。パッドでうまく、いまいち。はい。あとは？なんかいっぱいあるぞ。お、いちごだ。いちご食べよう。この65%ってなんだろう。なんだこの65%って。重量かな。コップはいらないな。これ何、槍？槍じゃないか。矢か。はい、もらい。樽の中に矢が入ってますか。お、ろ過きた。そういえば、ろ過器で、そろそろなんか作れんじゃないかな。おー、巻物ここで来ますか。これ全部見た方がいいのかな。あ、ゴールドだ。ま、こんなとこですかね。はい。じゃあ、セーブ。よし、じゃあ行くぞ。さ、爆弾しかね、けなきゃいけないんだよね。本来の仕事。こ
ここダメ？こういうとこダメかな。どこに仕掛ければいいんだろう。この裏とか。まだ奥があるの？これ。適当な場所。なんか狭い場所って言ってましたよね。狭い場所？こういうとこに置くのかな？わからん。ちょ、また。まだ上があるぞ。ん？これは上がれないよね。ちょっと待って、まだ上があんのか。まだあった。 いや、終わりじゃなかった。だよね、そんな簡単に終わらないよね。ここでいいんじゃない？ここ。はい、キノコ、キノコ。松明欲しいな。うわ、まだ奥があるのか。まだいるかな。松明なんかこうできないの？何もできない。あ、いる。いるのか。そりゃいるよな。起爆し、後ろに下がらなければならない。どこに置いたの？これか。オッケー。よかった。よかった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 。おお、ちょっと待った。いきなり来るからびっくりするな。ちょっと暗い。もう早く出よう。もう出る。このとこやだ。もうやだ。早く出よう。
こっちだ。わあ、やったぜ。やったー。クリアだー。とりあえず成功しました。おっとー、やったー。奴らを倒すっていう手もあるんでしょうね、きっとね。ただ数が多いんだろうな、おそらく。やったー、成功。 Gute Güte! Ich habe das Getöse bisher draußen gehört. Gut gemacht, excellent! Jetzt gib mir mal den Bogen, damit ich euch etwas beibringen kann. Hört zu, wenn ihr schießen wollt, dann haltet die Luft an oder atmet aus.Dadurch könnt ihr die Hand ruhiger halten. Und seht ihr, wenn man die Sehne ein klein wenig lockerer hält, kann das eure Zielgenauigkeit steigern. Behaltet das immer im Hinterkopf. Das wäre es auch schon. Danke nochmal für eure Hilfe. Wärt ihr mit Duras mitgegangen, hättet ihr sicherlich nicht so viel Spaß gehabt. Ah, socca. Duras, どうしたんだろう。ジュラスのことは気になりますね。これで終わったのはいいんだけど。なんか喋る。Danke nochmal für die Hilfe。そんだけ？あ、そうだ。クエストを続けてやんなきゃいけないんだよね。カリウド。あ、いい。魔術師のせい、そこに行かなきゃいけないんだけど。その前に本の話でしょ。これは読んでいけばいいでしょ。家を持っていたと。しかし自分自身の過去、父と母が誰であるかについては何も知らない。お？最初に自分のベッドの前に置いてあるチェストを調べるべき。ってことはチェストを行かなきゃいけないのか。一回戻りましょう。そしたら戻ります。はい、戻ってきた。彼いるよね。ごめんね。デュラスでしたっけ。さあ、私のベッドはどこだ。これか。ん？こっちか。これかな？あ、見っけた。チェスト開けよう。わあ、なんかいっぱい入ってる。おお、やったぜ。ビール。お、なんか絵がある。見ましょうか。横にもなんかあんのかな。ここにはない。それで、本を見る。どれだ。描かれた絵。きたー。
チェストの中にある古い絵が私を助けることができることに気がついた。覚えがない。私はそれをずっと前に描いたに違いない。そこには谷と修道院を見ることができるようだ。谷と修道院を見る、高いとこですかね。湖の島の上に十字と剣がある。この時一体何を考えていたのか。湖の島の上に、お、地図がある。めちゃめちゃわかりやすいっすね。この、ああ、ここだ。ちょっと遡るんだ。今、ここにいますからね。じゃあ、そこ行きましょうか。ちょっと寝ようかな。今、一体、何時かな。そういう時刻ってどうやって調べるんだろう。全然わからないですね。どこに時刻出るんだ？待機しないとダメってことか。まだ11時か。体調チェックとかできるのかな。特に問題はなさそうですね。じゃあ行きますか。Also ihr meint wirklich nein? Ja? Also wirklich nicht? Dann sch- Ja, ne. Sayonara. Erodan no Reihaido. Oh, これ何? Oh. Teleport 台だって。テレポートルーンとともにその場所にテレポートできるって。わあ、すごいねこれ。ゴロニの小屋、馬とか乗れんのかな。わ、リンゴ、これもらっていいのかな。ダメじゃん。チェスト、これもらっていいのかな。ダメだよね、そりゃそうだ。これサードパーソンの視点の時ダメですね。赤く染まらないですね、色が。これ船の乗れんのか。乗れないか。別に動くわけじゃないと。よっ、深っ。意外に深い。どっかで錬金したいな。あ、穴がいっぱいありますよ。蜜まである。鹿がいるけど、場所でいうとこの向こう側って言ってたよね。あんた誰だ。Haltet ein! Ihr habt euch eines Verbrechens schuldig gemacht. Entweder zahlt ihr das Kopfgeld, das auf euch ausgewiesen ist, oder ihr geht ins Gefängnis. あ、やばい。あ、払います。はい。Nun gut, ihr dürft gehen. すいませんでした。前ね、あの、いや、60も取りやがったね。あの向こう側だよね。ちょっとこの辺はね、たまにゴブリンみたいなのが出てくるんで、気をつけていかないと。どこにあるんだ？あれかな？
構鹿がいますね。あれだ、水ネズミって何これ。異形って何だろう。ここか。ちょっとセーブしましょう。うわ、なんか今まで見たことがない花びたけだって。わ、すごい、いろんな竹ありますね。これあれですね、スカイリムより全然豊富だ。あれ、ここじゃないの。花も多いし。どこだろう。ちょっと確認しましょう。ん？そろそろだよね。マーカーつかないんだ。2つの島があって×印だから、やっぱここだよね。ここの何かどこかにあるんだろう、秘密が。何もないぞ。これか。お、来た。古く鈍い剣をもらっちゃえ。お、来た。私は島の上の切り株の中に何かが掘られた古いダガを見つけた。マルティン宮廷鍛冶屋 石野原。私がこの王子の、持ち物のダガの所有者だったのだろうか。すぐに石野原に行って問題を解決すべきだ。カジヤ、マルティンはまだこのダガを覚えているだろう。ほう、おいで。ここですか。え、今どこ、え、ちょっと待って。あ、ついにずいぶん離れた場所に行くことになりそうですね。ギリアだって。じゃあここはでもね、行ったことがないから、いきなりファーストトラベルするのもなんなので、ここまで飛びましょう。まずこのグリーン、ちょっと分かりづらいですね、色がね。今見えますかね、下のマーカーがグリーンついてますけど。おー、ちょっと待て、ちょっと待てよ。ここはね、全く行ったことがないとこなんで、街道沿いに行って大丈夫かな。いや、なんかいる。びっくりした、もう。誰？子供？
旅人か。よかった、旅人だったら。すごい竹いっぱいある、ここ。最高じゃん。いやー、なんか、大好きですね。竹取りにとっては。竹ハンターにとっては大好物な場所ですね、これは。全部持っていきましょう。この人何やってんだ？この人もう、おかしいですよ。うわぁ、これ岩が崩れたら、あっという間ですね。わぁ、すごい、なんかいっぱいある。楽しいなぁ、もうこれだけでも楽しい。これに上がれんの？上がってみようか。上がれる？お、上がれる。お、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 かかかった、落ちた、落ちた。ダメだ、諦めよう。結構旅人が歩いてますね。なんかいいな、人がいるって。安全ってことですからね。あ、なんだあれ。なんかある。なんかあるけど、方角はこっちです。古い鉱山。え？なになに？どうした？あ、びっくりした。どっちだろう。こっちかな。まあ、街道沿いにね、沿っていけばね。いや、なんか嫌だ。嫌な音が聞こえる。なんか嫌な音が聞こえる。あ、一緒に行こう。一緒に行こう。一緒に行って。頼む。でもね、この人たち多分ね、戦わないんですよ、きっとね。明らかに獣の声が聞こえる。うわ、なんか倒れてるんですけど。なんか倒れてるよ。どうした？あれ？あれれれれ。あら。いや、なんか倒れてる。誰か来た、誰か来た。見えない、見えない。おお、すげえ、うん、あと一人。あ、やべやべ、助けて助けて。よし、オッケー、よけやった。オッケー、大丈夫。なんか膝ついてるかも。大丈夫でした。さあ、何持ってんだろう。お、あ、やっぱりこのゲージは重量ですね。おー、なんか持ってるぞ。全部もらっちゃうぞ。はいはい、全部もらうよ。あ、兵士もなくなった。兵士からは取れないんだ。なんで？取らせてもらっていいじゃん。お馬さんからは取れるのかな。取れない。これなんで、あ、取れるじゃん。なんだ。よし、次。あれ、あとこの人、この人からは取れないか。中央国からは取れないんだ。北は取れるけど。味方ってことかな。この人からは話は聞けないんでしょうか。はあ、ちょっとね、今所持品をチェックしましょうか。
なんかいっぱい手に入ったよ。けどだよ、そんなに威力はないかな。ないですね。はい。で、防御、これが今3でしょ。革のブーツ、今何、甲府のブーツなんていうものなんだね。3でしょ。あ、こっちの方がいいじゃん。こっち履き替えよ。グリーブ、今はコテは、コテもしてない。あ、手袋、すごい状況でやったんだな。重装備か。ヘルメット1 721 721。お、盾ゲット。盾持ってたっけ。あ、毛皮のブーツ2つあるのか。ヘルメット、これ重装備だからな。あんまりないですね、良さそうなものは。まあ、一応これにしとこうか。ネックレス、フード、あと胴体、ベスト3 0.4。 あ、なんかこっちの方がいいんじゃない。いや、この今人のマークの横についてる数字ってこれなんだっけな、もう忘れちゃってますけど、盾が防御力なのはなんとなくわかるでしょ。羽は機動力で、ハートマークはオブリビオンにはですね、あの武器の劣化というのがあるので、武器防具のその状態ですね、ゼロになると壊れるってやつですね。これなんだろうね、1とか10とか。これ金額か、ひょっとしたら。お金かな？だとしたらだよ、こっちの方が良くないか。まあでも見た目がね、いいんでね、こっちにしましょうか。よーし、行くぞー。じゃあな。ローティン、聖女、ギリア、あ、篠原、分かりづらいね、これ。ここはこっち側ですから、こっちってことですよね。もうちょっと、こう、尖らせた方がいいよな、ここな。はい。みんなあっち行くな、やっぱり。城がある方に行きますね。これか。いや、違うな。ここ？何？どうした？え、何？まだ先か。いっぱいあるなぁ。ちょっと錬金やりたいっすね。錬金、これ錬金この場所でできんのかな。錬金ってどうやってやるんだろう。スクロール、スペル、エフェクツ、なんかできなさそうですね。これで、あ、乳鉢と乳房があといるんだ、親切なことに。はい、あと乳鉢と乳房を手に入れましょう。どっかでね、
鍛冶屋はこの向こうか。あ、なんか誰かいた。あ、びっくりした。もう人がいると怖い。逆にいきなり、おお、これ見張り台。おお、あそこがエローディンでしたっけ。もうちょっと先、鍛冶屋。あ、なんか見えてきましたよ、砦が。砦来ました。ここかな。いやー、ちょっと待って、砦ってあんまりねいい思いがないからね。砦でこれ遺跡か。なんか見覚えがあるぞ、この遺跡。オブリビオンでもあったぞ、こういうの。え、こんなに遠いの？これ何？なんか変わってない？これ何？これ気持ち悪い。氷の鍵爪っていうの？あ、あれかな？あれだ、多分。あれ？あ、石の原こっちだ。あ、あれだ。きっと、ちょっとね、ここでもらえるものは気づいたら取っていこうかな。いやー、今日もいい竹。おお、なんか走ってったぞ。どうしたどうした。誰か走っていきましたけど。あ、すごい、石像がある。石像発見。あ、ご苦労様です。さあ、着きましたよ。はい、ちょっとここでねセーブしておきましょうかね。はーい。さて、どこにいるんだ。この奥か。あ、普通のなんだろうね、村なんですかね。ここかな。こんにちは。Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? あ、エルフだ。ね、これ。あ、やめ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 、しゅしゅしゅ。あ、でも機嫌良さそう。グッバイ。なんだっけ。マルティン。マルティンですよ、マルティン。マルティン、ここじゃない。マルティンどこ？マルティン。マルティンどこ？ここか？あなたマルティン？違うな。居酒屋だって。ちょっと居酒屋でなんか情報聞けるかな。おーおー、あ、マルティナか。コソドロバタン。誰もいない。どこに行けばいるんだ。仕事してんのかな、どっか。
き行ったのはこことここだから、もう一軒行ってないのかな。ここ行ってみようか。農家、どこだよ。マルティンどこだ。Oh, dieses Nordreich. Da gibt man diesen behaarten Wilden ein paar Freiheiten und sie verschlingen deinen ganzen Arm.北の王国と中の王国って喧嘩してるのかな、今な。こんにちは。Nein, kein Interesse. 興味ないって言っちゃった。どこにいるんだろう。あ、この上か。まだ上にあったんだ。あ、すげえな。こんなに広いとこだったんだ。ちゅうか城じゃんこれ。でもこれ石の原だからな、違う気がするんだけど。鍛冶屋はどこだ。あ、これなんかやばい感じする。これ廃墟だろう。やべ、人いないでしょ。あ、いるわ。あ、ここだな。ここのどっかにいるな。オブラナ。これはお偉いさんだけど関係ないな。鍛冶屋に行かなきゃいけないかな。篠原城ってもうそのまんまですね。外壁、鍛冶屋なんてどこにいるんだろう。むしろ誰？オノフリ、傭兵。参ったな、どこにもいないですよ。城内にいるのかな。でもこれ多分入り口でしょ。参った。いない。マルティンどこだよ。マルティン、あ、まだこっちにも何かあるのかな。お、ここだ。こんにちは。Was kann ich für euch tun? 見つけた。このダガ覚えていますか？Was haben wir denn da? Einen Dolch aus meiner Schmiede. Ja, ganz bestimmt. Ich erinnere mich, dass ich ihn eigenhändig angefertigt habe. Nun, er war für die fürstliche Familie bestimmt gewesen. Aber die hat ihn nie bekommen, weil er mir damals gestohlen wurde.Ich hätte nie gedacht, ihn nochmal wiederzusehen. Nun, aber jetzt hätte ich ihn natürlich gerne zurück. Was haltet ihr von einem Tausch? Verkaufen könnt ihr diesen Dolch ohnehin nicht. Jeder Händler würde ihn für Diebesgut halten, denn so etwas Feines besitzen nur Fürsten und Könige. Wenn ihr mir also den Dolch zurückgebt, dann schenke ich euch einen anderen aus meiner Schmiede. Und zwar einen, mit dem man wirklich kämpfen kann. Und wenn ihr wollt...
erzähle ich euch auch noch, wie ich diesen Dolch damals verloren habe. Ausgezeichnet. Nun, es war folgendermaßen damals. Ich weiß, dass ein Kind in mir gestohlen hatte. Ein ziemlich junges sogar noch. Kleines Balk. Pah. Es saß immer da drüben, bei den Holzscheiten und beobachtete mich beim Schmieden. Zu der Zeit lagerten einige Söldner vor der Burg. Das Kind war mit ihnen gekommen. Nun, ihr wisst schon, das war, als sich Taranor gerade von Baratheon losgesagt und sein eigenes kleines Reich errichtet hatte. Überall im Land gab es Kämpfe. Das Mittelreich gegen das Nordreich und mittendrin allerlei Söldner und Abenteurer. Ganz besonders schlimm war es am Totenpass, nicht weit weg von hier. Dieses kleine Dorf dort, Ledur, kann ein Lied davon singen. Komplett niedergebrannt haben sie's. Fast alle Bewohner sind gestorben. Die wenigen Überlebenden trafen dann zusammen mit einigen Söldnern hier ein. Das Kind war bei ihnen, hatte wohl seine Eltern verloren. Den Rest kennt ihr ja schon. Es hat den Dolch mitgenommen und mir damit ziemliche Scherereien eingebrockt. Der alte Herr Boddenbrook war sehr, sehr zornig, das kann ich euch sagen. Dagegen ist seine kleine Göre ein sanftes Kätzchen. Nun, lassen wir das. Danke, dass ihr die Klinge zurückgebracht habt. Diesen Dolch hier gebe ich euch als Finderlohn. Lebt wohl. はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。